うん、まあね。はい、皆さん、トライアングルでございます。はい。今回はですね、ちょっと、都市の国、都市の国しかないのかな？ちょっとやりたいことがあるんですよ。はい。君だよ。君に用があるんだよ。タイトル多分見ていただければわかると思うんですが、どうも。ラブリニオ仲間と一緒に横に来たのに、二人ともどっかに行っちゃったってことはどっかにいるの？あいつらはじっとしてられないからね。誰かにうろうろしてない。誰かとうろうろしてなければいいけど。なるほど。で、ラブリニオ、はい、このね、帽子、キャッピー、別名、ブリニオなんですけど、はい。これキャッピーとは違うんだよね、そういえば。そうね、これキャッピーだもんね。これがキャッピーなんで、君は誰だ？君の名は？どうしよう。それで、どうも、佐藤です、みたいな。意外と普通だったらどうしようかな。ちょっと仲間二人いなくなっちゃったんですけど、田中と、後藤いますか、みたいな。やだな、夢潰れるんだけど、こんな帽子くんがさ。あ、で、今回、ちょっとやりたいことなんですが、この帽子くんに、ヒップドロップしたり、何かしら危害を加えたらどうなるか、そちらをやってみたいと思います。カバンをぶつけたりとか、ちょっと気になりません？こいつがちょっと目がいいってなったりとか、ブチ切れてなんかいきなり戦闘が始まったりとか、あおーみたいな感じでいきなりなんかマイケル・ジャクソンになったりとか、ポーってやったらどうなるかとか、それからちょっとやってみたいと思います。はい、ということで、まずね、まずちょっとこの、タクシーちゃんに乗り、高いところからの待ちなさい朝倉ちょっと待って、このタクシーちゃんに乗り、高いところからのヒップドロップをやってみたいと思います。いきますよ。いきますよ。いけ！ほいつ！ほんぶるん！あ、ほぉ！へい！は？もう普通に行く。ほぶるん！ほぶるん！ほん、ほん、ほぶるん！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 あ、ごめんね。そうか、君はなかなか。あ、でも一応ちょっと、ひょっ、あん、あんってなるんですね。なるほど、なるほど。じゃ、今度は、スクーターで乗ってみましょうか。スクーターで引いてみよう。さあ、どうなる？お別れの時間だ。ダメか。いやいや、大丈夫。乗る。乗ってみる。乗ってみると、あ、ちょ。乗ってみるとどうなる？ちょっと待って。いきます。ほっ！ほっ！ほっ！あれ？お、無理。あ、ちょっと待って。あ、踏める。あ、踏めない。あ、踏めない。あ、なるほど。あ、踏めないね、これ。あ、ちょっと待って。よいしょ。一話、どうも。いきますよ。はい、ちょい！ハルさん！ヒルさん！はっ！おぉ、パッパラピーブ！なるほど。じゃあ今度は、カバンかな？一番、あ、でもな、パラソルの方があれかな？エイリーがあるから、突起物があるから、ブツって切れるかな？いや、カバンね。やっぱり僕と言ってはカバンなんでね。ちょっとカバンをぶつけてみたいと思います。さあ、どうなる？果たして？いや、でもね、結構カバンって重いんでね。これ多分ポリン市長が持っているカバンということは、相当な男から巻き上げたお金、そして金銀財宝があると思うんでね。よいしょーん！オッケー！よし！さあ、行きますよ。かなり重いはず。そう、なくしてしまったの。ああ、いろんな男から巻き上げた金銀財宝みたいな。私誕生日なのって言って、何が欲しいんだいって言って、このネックレスって言うけど、要は換金したいがために、ネックいいですか皆さん、いいですか、そのね、キャッピー投げつける前にね、ちょっと先言っときますよ、いいですか。僕の姉がちょっとね、そういう系の働いてるのちょっと聞いたんですが、あれですからね、そのネックレス、何が欲しい、誕生日何が欲しいって言われて、このネックレスって、そのね、チラシを渡すんですよね。ああ、いいよ、買ってきてあげるって言ってね、このお客さんにいっぱい言うんですよね。いっぱい言うんですよ。で、それで、はいはい、買ってきたよって言って、10個ぐらい、なんか揃うじゃないですか、集まるじゃないですか、同じのが。で、9個ぐらい、9個売るんですよ。で、1個だけ残して、今日これ、俺がつけてきた。ネックレス。つけてきた。うん、もちろんつけてきたって同じのつけて、バカ野郎。はい。そういう手、正体があるので、皆さん気をつけてくださいね。はい、じゃあ行きましょう。カバン投げつけまーす。さあ、キャッピーくん。行こうか。どういう反応を見せてくれるのか。それでは行きましょう。キャッピー、アタック。意外と普通やないかーい。